どうぞるです。はい、ということで本日もこちらクラッシュライアルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はねゲストが来ております。うちゅーさんにすげよっちゅーしょよいしょいいですね。何回聞いてもいいですね。うちゅーさん生うちゅーすね。多分皆さんいいっすよこれ使ってください、はい、ぜひ使ってくださいいやでもあのうちゅーすとやっちゃうよとお疲れちゃんですは使いたくなる本当にこの3つは特徴的なんでね、特徴的なんでね、皆さんぜひ学校でうちゅーすって使っていただきたいんですけれども、はいはい、今日はですね、はい、皆さんご存知ですかと、はい、グローバルランカー1位の人、はい、トロフィー、はい、じゃん今ね、あれなんですよ、ね、シーズン終了まで残り15日間あるんですけど、1位の人のトロフィーが211と、これどうなってるんですか、関谷先生、はい、ちゃんとタップしてください。タップタップします、タップします。あー、310になってる。310なんでこれ反映されてないの。え、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って、はい、俺的、はい、まあでもこれ、うん、まあネタなんでね。ネタなんすか。ネタわかんないですけど。バグなんですか。なんだ。バグだと思うんですけど。バグでね。はいはい、これ必死でみんなトロ上げしてんのに。そう。特にこの2位の PUBG さん。はいはいはい、この方よ、お前1位なのになんで2位やねみたいな。相当嫌ですよ。だってこれずっとある限り、はい、どんだけトロフィーやるのに2位のままなんで。わかんないですよ。この人あのトロフィーがもう2万とかになってて。カンストしてて表示されてないみたいな。でもなんかこれもし、はい、シーズン終わるまでこういう人がずっと占領してたら、いやそんなことはないでしょ、さすがに。めちゃくちゃかわいそうなんですか。かわいそう、確かに確かに。1位やのに、本当は PUBG さん今1位でスクショ撮ってツイッターでドヤしたいのにドヤしたいのにで、まあできるっすけど最悪や。できるっすけど確かに永遠の2位になってるんですよ。永遠の2位、確かに確かに。これちゃんと2位になってるんですよ、はいはい、だからこれ本当は1位なのに2位しか取れないっていう。うわー、これ辛いっすね。で、これ面白いのが、はい、これがなんかどんどんトロ上がっていったら面白くないですか。あ、こいつが成長ぶり、確かに成長。今だって一番見られてるんじゃないかなっていうレベルで、はいはい、世界で一番注目されてますから成長できるんで、はい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 、でトロフィー、最多トロフィー360、今もう100上がってますからね。211のところから参照してますから。バグだと思うんですけど、はい、これ誰かのアカウントなんですかね。どうなんですかね。本当にどういうバグ、シンプルバグなんですか。シンプルスパセルのアカウントなんか、はいはい、インデスとラクティブ、これなん、どういう、これなんか調べたんですけど、はいはいはい、なんか破壊されないみたいな不滅の、だから永遠に、そういう永遠にここにいる、そういうあの意味こもってるんで、多分これシーズン終わるまで、はい、強い、ずっとおるっていう強いパターンですね。ちょっとね、スーパーセルさんマジでこれは良くないですよ。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これだってもしドズルさんが2位にいたら、はいはい、ほんまはどやりたい。ほんまはどやりたいけど、2位でも1位、ほんま1位やけど、はい、どやれないっていう。どやれないですね。まあまあ美味しいは美味しい。美味しいっすけど。YouTuber 的には美味しいかもしれないけど、ちょっとね、あの今だって日本の方もね4位とか、そうそうそう、あの7位にいるんで。だからほんまははじめ社長さん3位、ね、はい。3位とかね。はい、トップ3なんですよ。はいはい、あのあれなんですけれども、はいはいはい、まあ、ちょっとこの方が消えるまでちょっと行方をね、あの見守っていきたいと思います。イメージ戻ってもらっていいですか。はいはいはい、ちょっと気になったクラムやってますけど、なんすかなんすか、3位見てください。ロードトゥ8000ですよ。すげえ、今シーズンでも行きますよ。じゃあ7000やったら分かるっすよ、はい、7000やったら分かるっすけど、確かに飛び越えて8000。ロードトゥ8000だって今まで7000やばいでしょ。人類で7000いないっすよね。いないっすよ。6000、6800もまだいないですよ。700とかがマックス。6780ぐらいがマックス、はいはいはい、じゃあもう今シーズン8000いくぞと。そうっす、生き込んでる人たちもいますから、まあすね、8000やったら8000いったらシーズンリセットされたあれ、はい、俺あんま分かってないですよ、あれだから4000を引くでしょ、はい、なんで、4000を引いて割るにするんで6000スタートです。8000までえ、もうそれシーズン6000スタート。やばいっすよ、やばいっすよ、はい、やばい。だから次はロードと1万になる。シーズンだって、はい、シーズン終わった瞬間6000になります。じゃあもうあと400かけたら展開と。そういうことです、そういうことです。これ多分、はい、これから展開スタートありますよ、ワンチャン。いやだから展開スタートも今後あり得る。展開スタートってめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。めちゃめちゃかっこいいです、ね、やることないでしょ。やることなくなりますね。もう8000もうなんだかんだやることないですからね。もはやもう自分の限界を超えるみたいな、はいはい、そうそうそう、記録を作るっていうところで、スパゼルさんはもうあの上のランクを
いや多分ね作るんだと思いますよ。ですよね。はい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 、超展開とかね。あでも魔界とか、はい。でも今悪魔系じゃないですか。はいはいはい、エンジェル系来ないですかね。今エンジェル系じゃないですか。展開もエンジェルし。展開エンジェルし。髪がちょっとでもなんか紫なんで、はい、ちょっと悪いイメージあ。あちょっとねダークサイドな。だから、はい、もっとキラキラしたやつ。天使で黄色の。はい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 、はい、もう超ハッピー展開みたいな。でも日本だけですからね展開っていう名前。そうはい、海外は普通に髪髪をアルティメット、はい、アルティメットチャンピオン。そうだからその上がかっこいい、ね、本当にあるのかっていうのを含めてねちょっと今後。難しいですね。いろいろ見ていきたいと思います。はい。はい、ということで今日はニセキヨくんと雑談をしたんですけど、ニセキヨチャンネル下にねリンク貼っておきますので、いつもは別に雑談以外もやりますから。はい。クララの動画上げてるんでね、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。今だってトロフィー6戦近くまで行ってますもんね。そうです。はい、はい。今シーズンちょっと6戦、今シーズン目標どこですか？今シーズンは予定では6800です。6800。予定ですよ。予定。あくまでね、あくまで予定なんで。もしかしたら7000人いってるかもしれない。確かに、ということで皆さんぜひねニセキヨチャンネルもチェックいただければなと思います。お願いします。ということでじゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。